米大リーグロッキーズ、ドジャース、18日、米コロラド州デンバークアーズフィールド。ドジャース大谷翔平投手、29が18日、日本時間19日、敵地、ロッキーズ戦に、1番、指名打者でスタメン出場し、2試合ぶりの本塁打となる20号を放った。 4年連続20本塁打はメジャー日本人選手初の快挙となった。5点を追う6回先頭の3打席目。大谷は2ボールから先発左腕ゴンバーの甘く入ったスライダーを捉えると中堅へ打球速度113.0マイル。約1819キロ。打球角度30度で476フィート。約145メートル。 の特大弾を放ってみせた複数の現地メディアによると MLB 全体の中でも今季最長で地震昨年6月30日の493フィート約 150m に次ぐ2番目の飛距離だブレーブス・ノーズナに並んでリーグトップの20本塁打となった MLB 公式サイトのサララングス記者によると450フィート 約137メートル以上のホームランは今季4本目で、スタッドキャストが導入された2015年以降では球団体記録。440フィート、約134メートル以上は6本目で、これは15年以降で球団3人目。同記者は、まだ、6月中旬ですと驚きの声を上げた。